はい、ロボタテ。はい、ロボタテ。はい、ロボタテ。伝説の地元乗り企画が帰ってきました。今回やっていくのは、初中からずっと遊んでる友達なら、一緒の場所に集合できる説。これ、コムドットさんの超大人気企画。強い者には巻かれろ。ということで、同じ企画やって、これ揃うでしょう、君たち、俺たちならな。いけるよな、俺たちな。見たことないやろ。え、ヒューガがこがんこと言わんの？いや、ここは思い出がたくさんありますよ、みたいな場所があると思う。じゃあもうそれぞれ移動して集合するってこと？そうです。あなた、車は？一人だけなんかきついやん。ここであんなこともあって、こんなこともあったと。ああ、なるほど。これ全員なんと集合できた場合、超豪華ご褒美があります。早速出ましょうか。チャイブンディーショットで。あ、もう一人仲間来た。じゃあ、また後で会いましょう。おい。小がゆチーム。ということで、結構いろんなとこあると思うんですけど、パッと思いついたのが、パチンコ店と学生時代よく行ってたラーメン屋。もう一つは、よく動画で使ってる場所ですね。動画でよく使ってる場所に向かいたいと思います。ということで、レッツゴー！みんなが集まるであろうと思う目的地がですね、こちら！いつも動画を撮ってる公園ですね。いや、マジで一人は攻めてきてほしいな。ということで、椅子に腰掛けて他のメンバーを待とうと思います。こちら、サホチーム。みんなね、あそこしかねとかなんか言ってたんですけど、僕全く身に覚えがありません。思い出の場所、俺パチ屋しか思い浮かばねえんだけど、いっぱい動画撮ったりとかしたところがなんとなく覚えてるんで、そっちに向かっていこうかなと思います。はい、ということで目的地着きました。やっぱりここしかないんじゃないかなと思いまして、いつも僕らが動画撮ってる公園にやってきました。カイジの鉄骨割ったりとかしてるんで、動画で来てる数で言ったらここなんじゃないですかね。ここでしょ絶対。でね、いつも止める駐車場に止めたんですけど、なんか横に見覚えがあるベゼルが止まってますね。これモルテテラ、俺今回スーパーじゃないけど。来た。ここやったな。おーい。さて、僕の次にこの公園に来たのはこいつだ。はい。ほらー。絶対ここと思った。迷ったねー。え、どこと迷った？え、マイホール。やっぱり。俺もそう思っとったな。いや、まあ正直、俺マジで一人だと思った。ここか。山田と太田が決闘した公園。あそこでこうやってみんな待ってるかと思ってましたよ。いや、でも俺これガチで見てないですからね。小林さんがどこに行くの。やっぱここだよな。二人集まってるってことですか。もうここが正解みたいなもんですよね。そうね。じゃあ、あいつらこんかったら先輩やで。ああ。とりあえず、安心しましたよ。安心やな。ベンチで腰掛けしときますか。そうやな。あと二人来るまでちょっと暇かけ。ちょっとガキどもと戯れてくるか。お尻穴かくせつけ勝負。こちら、山田チーム。私は今から、シアルカップのね、打ち上げをしたホームレスごっこ会場に向かいます。あそこの公園では、今までね、いろんな動画多くね、撮ってきて、思い出深いと思いましてね、みんなそちらに向かうんじゃないかなと思っております。まあ、あと一つね、迷ったところといえば、パチンコ店ですかね。まあでもね、そんなクズ人間にはなりませんよ。やっぱギャンブルよりか、友情を取らないとね。まあでも家族が緊急入院されましたって電話来ても、私は大当たり中でしたら、右ラウンド打ち続けるでしょうね。ここ以外来たやつは、今までね、何をしてきたんだと、頭がチンチクリーンですね。ということで、早速会場の方に向かっていきます。おい、ポルシェ様が通るぜ。お前ら道を開けろ。え、誰が来ました？よく見えないですけど、なんか30キロくらいで来てる。あいつ、ジジイやろ、運転スピード。あのスピードとあのフォルム。ボロボロ加減。山田さんがニヤニヤしながら。そんな感じですか。おお、ちょっと待ってください。着いたら隣に見たことある車がありました。中の方に行きましょうかね、早速。やっぱりあいつらならいると思ったぜ。ほら、あそこになんか座ってますよ、皆さん。盗撮してきてるんですけど、あの人。おーい。やめてくれよ、盗撮。誰ですか？山田です。お前やったとこ。太田チーム、思い出の場所といったらあそこしかないよね。甘い蜜や苦い水もたくさんすすってきました。僕たちの原点である場所。これで揃わなかったらね、私は泣きます。目的地までチャリぶっ放していきたいと思います。はい、ということで太田チーム到着いたしました。僕が選んだ思い出の場所はこいつだ。パチンコ屋さんですね。高校卒業した瞬間に5000円だけ握りしめてハーデス行ったり、ハーデス並び打ちしてね、バイトの給料全額朝一から電突破してね、昼過ぎには給料全部なくなって、サホさんが4000枚出してその金で焼肉食ったりってのを毎日のようにしててね、それが牛角動画の誕生ですね。牛角シリーズ、もともとはね、パチンコ帰りの反省会っていう体で牛角動画撮ってたわけなんです。おい、誰もいねえ、金なき時代のあの行動を忘れたのか。金ない時に1000円持って凱旋打ってただろ。マジで誰もいない説出てきた。どこを見回っても誰もいない。逆にここ以外どこ行くんだよ。ここかマルハンしかないだろ。あと一人よ。いや、まあ、あと一人は自転車だからかかるんじゃない。山田さんも遅いね。来ると思うんだけど。もういますよ。あんま見ない方がいい。やばいやつ結構、うん、目だけ合わせんの子。うん。そうで、あそこにかかる。え？違うの、これ。1号艇と2号艇がありました。
似てるだてですか今日のレッスン。じゃあ行きましょう。やべやべ。太田さんどこにいるかちょっと電話かけてみましょうか。そうですね。どこどこそこ。お前らこの場所忘れたのか。えお前まさか。俺たちは1000円握りしめて回線打ったりあの後反省会したりでよ。ここだ。出たフェイス。何じゃねお前。どこやねんそこ逆に。いつもの公園だよ。俺だけ違うんかよ。何じゃねお前。いやでも迷ったよ。俺もパチンコ店は迷ったけど2個ありますから。そうですね。マルハンかフェイスどっちかなと思ってこっち来たんよ。どういう二択。僕はフェイスかこの公園の二択でしたよ。パチンコ店かこっちかやったな。私もここかマルハンでしたね。じゃあその時点で違うやん。えいやでも山田さん間違えてますよ。え無理してここ来たね。本当は行きたかった。本当は死ぬほど行きたかったですよね。あげけ友情の方が大事に決まってんだろ。やっぱここの会場じゃいろいろありましたから。 CR カップの打ち上げだったりそういう思い出を捨ててまで。なんか悔しがってますけど。何すんだお前。普通ここやろ。おいそこ何も思い出ねえべ。え3人おる時点でね。いやいやまあね俺ら思い出しかないやろ。なんで僕だけ仲間外れなんですか。分かった。じゃあ俺も揃いにそっちに向かうよ。えそっからちょっと時間かかるやろ。あ最後に言うの忘れた。太田が失敗したから高額景品獲得ならず。お前ふざけんなよ。俺ら全員後だよ。多分あいつ外しに来たろ。おーえぐあいつ。あなた誰ずっといるけど。あ遅れました。どうも変なおじさんです。変なおじさんと。ダメだ。鼻でかくなった。お前志村けんさんよりずっと変なおじさんですよ。またなんか鼻でかくなってね。えお前鼻毛パーマかけた。さすが変なおじさん。志村けんの後はお前しかいない。ということでね太田さんが到着するまで待っていきます。到着いたしました。ちょ2位お前絶対やると思った。お前がお前は来てくれると思ってたよ。お前は来てくれると思ってこいつらはマルハンだと思ったよ。なるほど確かに思いましたよ。やっぱあそこマイホールでしたから思ったけどまた僕一人になってやや言われるだろうなと思って安牌にこっち来ましたよ。、ね、そっちもあったんだ 60% くらい。そしたら 60% が重なってこっち来たと。なるほど。俺ここ頭にすらなかった。えお前何牌やった。 80% くらい。おえワンチャンふざけてあっち行くやろうなと思ってたけど誰か。ふざけてねえわなあお前。かわいい。あの時俺たちはガチでやってたんだよ。俺たちはなあそこでなスタホがハーディスどいた瞬間1000円でゴッと引かれた瞬間のな顔を今でも覚えとる。前にはわかるかあの思い出。手出そうになったそいつ。もう本当に俺がどいた10回転後に7揃いこう後ろで。これを握りしめて焼肉屋に行った時の気持ちをね忘れちゃあかんよ。こんな楽しい思い出ばっかのとこに集合したらダメ。難しいとこや。まあでも君たちさんにはよくやった。わざと外したろ。わざとじゃない。あげたくない。本当に嘘つき。わかりました。じゃあ3人には何かあげます。思い出の場所ここが末長く続くように。え末長く続いて今後もねこの場所で思い出を作るというご褒美。お前がそういうこと言うけんぞ。お前のせいだぞ、この変おじ。僕だけ仲間外れで終わりました。この企画、提案者が一番自信あれでしたけど、まさかそれ以外が揃うという最悪の事態で終わりました。第2回があればね、ここを超えるような思い出を作るぜ。じゃあ、バーイ、バーイ。バーイ。あば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 あ